はい、こんにちは。ボルクセス。今回紹介していくのは、大きいのライトニングケーブル CBD3 という商品になります。メーカー名が左上に、商品分類がこちらに、メイド r i p h o n e のマークがあります。裏面には英語で、えー、商品の説明が書かれています。商品箱の上の面と、下の面がテープで閉じられているので、これを切っていきます。 テープを切ったので開けられるようになりましたこの上の方から商品を出していこうとは思うんですけれどもギリギリのサイズで作られているので少し開けにくかったですね中には保証書とライトニングケーブルの本体が入っていましてそれ以外のものは見当たりませんですね表がこちらですかね 商品内容はこの2点になります。それでは、え、案内に入る前に、MFI を再度紹介しておきます。で、MFI とは、正式には、メイドフォーアイフォン、iPad、iPod と呼ばれる Apple 端末との動作保証を表すライセンスになってます。Apple の基準を満たすためにえ、少し効果ではあるんですけれども、トラブルが起こらない、起こりにくいという利点があります。前回紹介したライティングケーブルの LI505 という商品は、この MFI に対応してなかったんですけれども、 今回のライティングケーブル CBD3 という商品はこの MFI に対応しているので、えー、Apple 認証済みのものになりますまずは保証者ですねでこちらは商品の、えー、内容だとかあと保証に関することが、えー、簡単に英語で書かれています日本語の表記は一切なくて裏面にも日本語表記はありませんでこちらがライトニングケーブルの本体ですね 紙のケースでまとめられてましてテープが貼られてますでと今気づいたのが今なのでちょっと開けられない状態ですねなのでちょっとまたカッターで切って開けていきます、はい、準備ができたのでこのようにケースを外すことができますそうするとこのライティングケーブルを取り出すことができるようになります きつめにちょっと巻かれているので、このようにちょっと外していかないとケースが、かケースから取り出すことができませんで。今外すことができました。USB の端子と、あとライトニング端子ですね。でライトニング端子の方はちょっと見えにくいんですけど、えー、と大きいというロゴが書かれてます。ケーブル自体は若干固めになっているので、えー 耐久性もそれほど問題にはならなさそうですねでこちらが iPhone5S に入っていた純正のケーブルですねで USB の A コネクタの比較はこのような形になってましてあまり差はないですで厚みもこれぐらい対してライトニングのコネクタですねの方も純正とそれほど変わらないです MFI の認証品なのでライトニングコネクターの,の刺さるところも全く変わらないと思いますね根元もこんな形です見えますかねちょっと束ねてるんで見にくいんですけど人生に比べて若干その今回のケーブルの方が硬くなってます以上ライトニングケーブルの比較でした 今回の動画レビューはここまでになりまます。またブログに商品の内容をまとめていますのでもしよろしければ説明文のリンクよりご覧くださいブログ内の画像はクリックすることで拡大できるようにしています最後まで動画を視聴いただきありがとうございましたこのチャンネルではゲームに関する動画をほぼ毎日公開しています是非画面上のボタンからチャンネル登録をお願いします もし画面上にボタンが表示されない場合には動画下の赤いボタンからも登録が可能です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ボルクスでした。